改訂文書がありますが、いつかこの問題について協議しようと提案する時期がやってくるかもしれません。一方、習主席は20日の首脳会談について南シナ海問題において画期的な意義があったと述べ、二国間関係は嵐にさらされたが、友好と協力関係の基盤は変わっていない。